日本海オロロンライン。日本海オロロンラインは、北海道日本海側、石狩市から、手塩軍手周町までの国道231号、国道232号の愛称である。抗議には、国道337号、国道5号、道道106号を含め、小樽市から、輪っかない市を指す。国道231号及び、国道232号は、ルモイ市で接続する。 オロロンラインとも称される。北海道の日本海側の海岸の沿って南北に走るルートで国道231号、国道232号及び北海道道106号は歌内手塩線の各国道と同道の路線をつなぐ、一般には起点を石狩市の石狩川の川口付近、終点は和歌内とする約 290km 区間の道路を指す。 国道五号区間は、小樽市中心部から、小樽市線箱まで至り、国道三百三十七号に接続する。国道三百三十七号は、小樽市線箱から、石狩市に入る。石狩市新港南で、国道二百三十一号に接続する。国道二百三十一号区間は、石狩市の漁村、旧厚田村や、浜松村を通り、ゴキビル山道、送り下山道、 送り下塔を越え、お冬岬を回りましけ町を経て、留萌市へ至る。おおむね日本海に沿い、山道等では海を眺望するルートである。留萌北の国道232号は、浜沿いを走るルートで、小平町、戸間前町、羽幌町、諸三別村、延別町を経て、手塩町に至る。沿線には、旧羽幌線高下の遺構が残る。サンセットプラザはボロ、 道の駅ホットはボロ、諸産別天文台、道の駅、ロマン街道諸産別などの施設があり、手売島、焼尻島を望む日本海の眺望とともに、ドライブウッドとして観光ガイド等に紹介されている。道道106号は、ルモイ館内の手塩町から北海道宗谷館内の輪っか内市までを結ぶ、サロ別原野の中を南北に一直線に走る道路は、 ほとんる風力発電所の風車が道路に沿って 3km にわたって、ブホカは人家や電柱柱などの人工物がほとんどなく、海の向こうに利尻富士を望むことができる絶景ドライブルートとして知られる。日本海オロロンラインには札幌と石狩市、増毛町、留萌市、留萌遺北の各町村及び手塩町、掘野辺町,町、豊富町、稚内市方面を結ぶ、 都市間バスが設定されている。下記外に過去には、札幌トルモイをオロロンライン経由で結ぶ日本海ルモイ号、北海道中央バスが運行されていた。札幌、旭川方面と、豊富輪っ稚内方面の間は、途上に、市別市、名寄市を用紙浜と別町、江差市町東北オホうつくへの国道を分岐する国道を40号が、 動脈として機能するが、塩刈峠の急勾配を抱え、名寄居北は、手塩川に沿いだこうする。一方、オロロンラインは、国道231号区間は、送り毛山道や、お冬岬を回るものの、ルモイー北では、海岸線沿いに平坦な道をたどり道路上が、直線的である。オロロンライン経由に、都市間バスが6便、所要6時間で設定されているのに比べ、 国道40号経由のルートでは、現在は、札幌、っか内発着の設定はない。札幌旭川間、高速旭川号のバスは2時間20分、旭川っか内間、特急っか内号は4時間40分を要するので、旭川市内の移動にかかる時間を差し引いても、同自動車道経由とオロロンライン経由では、札幌っか内間の所要時間は大きく変わらないと、言える。 国道232号と並行する鉄道路線に国鉄ハボ路線があったが、分割民営化直前の1987年3月をもって廃線となっている。地方交通線である宗谷本線が2000年、平成12年が高速化事業により高速化され、同線中高急行、宗谷、サロ別、レブン、計算往復、夜行急行、リシリ、 一往復がいずれも特急化され、高出力のエンジンや通過速度を高める車体傾斜装置を持つ261系、スーパーソーヤが投入されるなどし、所要時間が短縮化された。2017年のダイヤ改正後の所要時間は、札幌駅は加内駅を直通運転のソーヤでおよそ5時間10分、旭川駅でライラックと、 サロ別の2本を乗り継ぐ場で乗り換え時間を含めておよそ5時間20分。バスの所要時間は札幌は家内間が6時間、札幌、豊富間が5時間10分であり、宗や本線高速化により鉄道との差は広がっている。特に冬季は道路状況により実際の所要時間は設定時間よりも伸びることもある。ただし札幌と甲府、 稚内を結ぶ夜行便に関しては2006年平成18年3月に利尻リリが乗客減少により夏季のみ運行の臨時列車に格下げされその後2008年平成20年4月に廃止されたため現在札幌稚内間の旅客輸送としての親間移動手段はバスのみとなっているルモイ十字街を中心にお冬大別仮増毛方面 小平、鬼鹿、戸間前、羽幌、豊富方面へ、沿岸バスが、ローカル便を運行する。一部は、深川市、旭川市方面へ、国道233号経由で乗り入れる。お冬、増毛経由で、石狩市方面へは、沿岸バスの都市間、バス特急は、ボロ号が、国道231号経由で、朝夕一便運行されている。 手売り島に住む海鳥であるオロロン鳥、海ガラスの別名にちなんだものである。オロロン鳥とは、ペンギンに似た姿をした飛ぶことよりも泳ぐのが得意な鳥で、オルルーン、オルルーンという鳴き声からオロロン鳥と呼ばれるようになったと言われる。日本海オロロンラインの国道沿いのあちらこちらで、オロロン鳥の巨大像が建てられている。しかし、オロロン鳥が、手売り島などを中心に、 北海道の日本海沿岸に生息していたのは太平洋戦争以前までのことで昭和時代後半には餌となるニシンが取れなくなったことに伴い急速に数を減らし現在は北海道ではほとんど見られなくなってしまっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。